東京マーケットガイドをお送りしています。さて今日はこの時間に茅場町内藤証券にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部の浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さんこんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。なんか暖かそうですね。もう春の陽気です ね、 ですね。いや昨日よりはちょっと肌寒いようなところもありますけれども、まあ、桜も満開でですね、はい。さあ今日の相場ですが、はい、いい季節になってきたんですけども、うん、相場の方はかなりの波乱展開になってます、はい。今日はですね、まあ、CME の22あの先物の方がかなり安かったんですけども、それをかなり上回って寄りつきまして、まあ、一部で、まあ、権利月最終日27日を控えた配当取りの動きであるとか、それから円相場の方が104円台に入ったんですけども、それ以上に買い進まれずにですね、105円近辺で前後でですね、現在踏みとどまっているということ、円高進まなかったことですね。それから CME の今日米国株価指数の先物の方ですね、ニューヨークダウの先物とかが今現在夜間取引でプラス100ドルぐらいですかね、上昇しているということ、反発しているということもありまして、まあ下げ渋っているというところなんですが、まあやっぱりこれだけ大幅に急落しているだけに、まあなかなかその売り買いのバランス取れずにですね、上行ったり下行ったりというするような展開になっているところでございます。じゃあとりあえずですね、チャートの方ちょっと見ていただきますと、ニューヨークダウの方はこういった形でですね、上値切り下げてきて、下値もちょっと切り上げたんですけれども、こちらの方をちょっと下へ離れた動きになってきました。ナスダック総合指数も高値波乱の動きです。半導体株指数の方もこういった形で大きくこう下げてまいりました。それから原油先物相場の方はですね、こちらの方は22日に対外強硬派といわれるボルトン、氏をですね、安全保障担当の大統領補佐官にトランプさんが起用したということで、まあ、イランなど中東情勢の不安定化ということは懸念されて、上昇し強まっているという状況です。同先物相場の方は中国への報復関税など、まあ、中国経済への影響を懸念して、こちらの方は弱含みという感じですね。上海総合指数今日もやってますけども、この下髭あたりですね、ちょっと下げて、今日は取引が再び始まっているというところです。円相場の方はこれは東京市場の先週末ですけども、104円台海外市場に入ってですね、現在この105円程度のところで、ちょうどこの先週末の終わりのあたりで推移していると、104円台に入ったりというところですね。日経平均株価の方はご覧の通りでございまして、 CME2 万170円の先物まで行ったんですけども、まあ、かなり上の方で寄ってきたということもありまして、今日の前場段階ですけども、安寄りした後、まあ戻し知っているという状況です。という、まあ、下げ渋っているという言い方が正しいですね。前場は81円安でございました。まあ、ここの 2月14日、3月5日のですね、ちょっと下値、ね、抵抗していたこの節目をちょっと割り込んできましたので、まあ、2段下げに入るような動きにはなってきているということで、まあ、需給面を見るとちょっとこう悪化しているわけなんですね。悪化したわけなんですけども、そういったこともあって、この2万円前後への動きも今後ある可能性はちょっと見ていかなきゃダメだなと。例えばこの17年、昨年のですね、6月の2万230円からこの9月8日の1万9274円、このあたりは、まあ、かなりこの下値支持になってくると思いますので、このあたりで下げ渋るような動きになってくると、こういう感じで上下に動く可能性は形になるかなと思います。海外投資家の売買動向ですけども、10週連続の売り越し、現物と先物合わせますとですね、現物が2兆6500億余り、先物が5兆5500億余りということで、トータルで、まあずっと10週で8兆2000億円ぐらい売り越してるんですけども、まあ海外投資家の売り、まあ若干縮小してますけども、まだ止まっていないという状況です。まあこちらの方をですね、方をまあちょっと買い越してこないとなかなか厳しい感じですね。一方で、まあ EPS の方は1700円一時期乗ってですね、 PR は12倍台まで低下してます。まあ直近の最低水準ですということもあって、割安感はまあ落ち着けばかなり意識されるんじゃないかと思いますね。それからナスダック総合指数の方はですね、この IT バブルの高値、
そして、まあ、重要な高安を見ますとですね、リーマンショックの安値、2009年3月、2000年の3月、2009年の3月で109ヶ月間、これを延長するとちょうどこの3月にぶち当たってくるわけなんですけども、こういった日柄サイクル面から見ると、まあ、少しちょっとこの上昇相場も一服すべき時には来ているかなという感じになってます。 SP500 も同月数ですし、ニューヨークダウは111ヶ月で今年の5月あたりが、まあ転換ですけど、まあ、その前後という形で、まあ、若干の誤差も、日経株価の方は108ヶ月で、今回は1月で107ヶ月、1月高値でですね、まあ、今回はそうですね、トピックスは110ヶ月で今年4月あたりとなっていますので、まあ、こちらの方も一旦ちょっと一服してもいいようなサイクル、日柄に来てたということですね。ここの下げが5900円余りなんですけども、これをここへ当てはめると1万8208円ですけども、まあ、最大限の調整幅で、まあ、そのあたりかなというところです。もちろん、まあ、それまでに反発する可能性はあるかと思いますが、若干やっぱり、調整は長引くかなと思いますね。バブル期以降のトピックス、昨去年あたりまで結構ご覧になっていただいてましたけども、今回もここで止まって、バブルの壁は越えられなかったというと、一旦そういう形にはなっています。一旦ですね。それから業種別の株価指数の動き、ディフェンシブ、そして小売業とかが非常に強い動き続いてます。サービスとかですね、内需系、ディフェンシブ系、一方で輸出関連の電気、機械、そして素材系の鉄鋼、海運なんかはもうちょっと最悪の状況になってますけども、こういったところが弱いというところです。はい。物色動向なんですけれども、まあ、そういった形で内需ディフェンシブ系が動いてます。はい。先週発表されました、訪日外国人のですね、客数の推移が発表されましたけれども、こちらグラフの方ですね、見ていただきますと、2015年の1月から15年が青色で16年が黄色という感じで見ていただきますと、この1月がこうだんだんこう増えてきてますね。それから2月もこういう形で増えてきてまして、過去最高を更新してます。250万人ですね、という形で 250.9 万人ということで、2月も春節がありました。去年はですね、1月が春節の比重が多かったんですけども、今年は2月ということで、まあ、それでもですね、ずっとこの各月見ていきますと過去最高ペース、年間で見ますとずっとこういった形で、特に13、14、15年とここからですね、大幅にこう伸びてます。去年は2869万人ということで、まあ、一時期その爆買いということでですね、インバウンド消費というのが非常に注目されましたけども、その後一服して、そこからまあ再びですね、外国人客数の数自体は急激に伸びているという形になっています。というところで、今日はですね、銘柄の方、訪日外国人インバウンド消費関連銘柄ということで、まあ、今までとやっぱりちょっと多少違ってはきている銘柄が出てきます。例えばジャルクスは空港内の小売店、名前店を運営している会社ですね。それから米表はこちら名古屋、東京、大阪などの大型店で中古のブランド品とか宝飾品を販売している会社。ビッグカメラはご存知、まあ、都心に大型店を展開している家電量販店です。J フロントリテイリングは大丸松坂屋が統合していた会社で、銀座シックスなど高級店が好調です。不動産賃貸にシフトしています。それから三越セタンは百貨店をもちろん最大手で、富裕層に強い、ということですね。インバウンドも引き込んでます。ニーズホールディングスというのはあまり聞き慣れないですけども、オフィスビルの賃貸主力ですけれども、ホテル事業が4分の1ですね。それからオープンドア、こちらのは旅行情報サイトトラベルコを運営している会社です。外国語サイトの利用が増加しているということですね。オリエンタルランド、ご存知、ディズニーランドです。ディズニーシーとかですね、利用者が想定を上回って、情報修正される可能性はあるということですね。資生堂、それからマンダム化粧品ですけども、資生堂は、高価格帯のスキンケア化粧品が好調。マンダムはですね、男性用のイメージが強いですけども、女性用が好調なんです。女性用の化粧品、スキンケアなどの、こちらの方もインバウンド消費が好調です。それから2枚目ですね、アドベンチャー、こちらの方はインターネットの旅行代理店です。航空店やツヤ予約なんかってます。スカイチケットというサイトを運営していまして、サイトのですね、多言語化積極的で世界展開にも、積極的に乗り出している会社です。注目したいと思います。アメイズ、こちらの方は中こちら福岡証券取引所なんですけども、九州中心に四国などで、郊外型のビジネスホテルを運営しているということです。それから花ツアージャパン、こちらはですね、
親会社が韓国の花ツアーサービスという旅行会社でですね、韓国からの旅行客中心に中国とからアジア、そしてヨーロッパからの訪日外国人を専門とした旅行会社で、地方の団体ツアーに強いです。バス事業もやってますし、結構バス持ってますし、免税店も大阪とか札幌とかですね、そういったところで運営してます。各地で、それから免税店の他にホテルは札幌ですね、それから今年の7月に東京大森でも、オープンするということで、こちらの方業績好調です。松屋、こちらの方はご存知、銀座浅草の老舗、百貨店ですね、インバウンドに強いです。JR 九州、JR も各社好調なんですけども、鉄道がですね、鉄道事業が訪日客で好調ということですね。いろいろ特徴のある列車走らせてますけども、 HIS は格安航空券の最大手です。ハウステンボスを運営してまして、長崎の、それから変なロボットが運営する変なホテルですね、接客する変なホテルを展開しているということで、こちらも業績は好調ですね。共立メンテナンス、こちらの方は、こちらはまあ学生寮とか社員寮の運営する会社なんですけども、ホテル事業で道民院っていうのがですね、非常にこう朝食とか大浴場とかがですね、好評だということで、稼働率が非常に高いということです。それから日本空港ビル、こちらも羽田空港の賃貸管理している会社ですけど、物販店ですね、免税店とか運営しています。それから藤田観光はホテル椿山荘、そしてワシントンホテル、ホテルグレイスリーを各地で展開しております。単成社、ちょっとインバウンドどうかなっていうところですというところですけども、ホテルの建設像で、ディスプレイ内装の受注が拡大しているということで、ちょっと注目してみました。ということで、今日はインバウンド消費関連ということで、内需関連、20銘柄をご紹介させていただきました。はい、はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。株スタ7110から内藤証券投資調査部、浅井陽三さんに伝えていただきました。